はい、本日はですね、10月に着たい洋服をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、僕今月から髪の毛短くなっておりますけど、なんでかっていうのも今回の動画でお話していこうかなと思うんですが、10月になってですね、ちょっと肌寒くなったので、もう早速ね、7点ぐらいご紹介していこうかなと思います。6点かもしれんけど、まあキリがいいので7にしましょう。7って言った方がみんな見やすいし、6って言ったらちょっとよくわからへんから、まず7でいきましょう。で、まずまあパッて見ていただこうと思うのが、こういう感じのまあ長袖着て、まあ黒パンでシンプルに行くっていうスタイルでね、行こうかななんては思ってます。で、この時ってスニーカーをね、何にしようかなと思ったら、まあ定番でこの辺はバンズでね、いいかなと思います。細いパンツとの相性もいいしね、まあこの辺は無理してでかいスニーカー履かんでも、こんな感じでゆったり履くっていうのもね、いいんかなっていうことで、まず一つ目っていうのが、ロンティー、そしてまあパンツ、細めのパンツということで、こんな感じでご紹介させていただきました。で、秋冬になってくるとアウターとかにこうボリュームが出てくるから、ちょうど短髪が似合うじゃないですか。夏の短髪じゃないんですよ。夏の短髪は結構普通やねんけども、意外と夏は髪の毛長くしといて冬場に短くするっていう、これが一番僕はかっこいいと思ってるので、自分で切りました。いつもあの髪の毛は自分で切ってるんですけどね、漏れなく今回も自分で切らせていただいて、次3点目いきたいと思います。こんな感じでサクサクいきますよ。ちょっと肌寒い時、ロンティーでもちょっと寒いなっていう時はね、こういったデナリのねジャケットもいいかなと思って、そろそろフリースが活躍する時期かなと思うんですが、まだ全面的にフリースはね早いと思うんで、まあ、たまに着るかなぐらいなね感じで、こういった感じでもいいかなと思うんです。で、まあラフにね、まあ、さっきのバンズスタイルでもいいし、もうちょっとカジュアルさ消したい時は、こういうねブラックのね靴合わせていくっていうのもね一つかなと手は思います。こんな感じオールブラックでいっちゃってもね、まあまあまあそれはそれでありでしょう。まあ、ただアウターがちょっとカジュアルな分、その綺麗め感は出えへんけどもね、まあ、こんな感じでサッと合わせてもええんちゃうかなと。で、まあちょっと日中暑い時なんかはね、一日出かける時、日中暑い時なんかはこのデナリのフリースを、まあ、こんな感じでね持っておけば、まあそれなりのっぽい感じになるでしょ。で、まあこれがまあ3つ目と。で、次4つ目なんですけど、まあとは言いながらもパンツがねちょっと細いタイプだけじゃなくて、太いタイプのパンツ履きたい時もあるじゃないですか。で、そういう時はね、どのパンツが出てくるかと言いますとですね、こちらバーサタイルパンツ、これバーサタイルショーツってめっちゃ人気のパンツあるんですよ。で、それ実はね、おいおいおい、長袖あった長ズボンあったんかいっていう感じなんですけど、長ズボンあるんですよ。で、これね履く時期ちょっと限られてるから、あんまり僕個人的にはおすすめしないんですけども、この秋口にはぴったりなんでね、一回ちょっと履いてみましょう。はい、とまあこんな感じです。いかがでしょうか。ちょっとねシルエットが太くなって、もうその時はもうスニーカーはね、こんな遊んじゃってもいいかなと思うんですよ。もうこんな感じで遊んじゃって、まあ、こういうのあんま女子は受けへんから、まあ、男同士で飲みに行く時なんかはね、あ、ほなちょっと行くわーってサクッと行く時はね、まあ、これだと動きやすいし、さらにスニーカーもねちょっとワンポイント可愛い感じになってるんでね、まあ、これはこれでありかなと思うんですが、まあ、たまにはこういうねワイドパンツもいいでしょうということで合わせていただきました。こういうちょっとね柄のスニーカーはね、やっぱこういうモノトーンに合わせやすいかなと思ってね、今回チョイスしたんやけども、とは言いながらも定番のエアホースもありかなと思うんです。こんな感じで、このエアホース行くんやったらサングラスは欲しいですね。なんかちょっと色味が足りひんから、ちょっとサングラスねパッてつけてもいいかなと思うんですけど、ちょっとすいません、サングラスあの僕全部家に持って帰っちゃったんで今ないんですけど、また自分のやつ今作ってるんでね、あの出来次第また持ってこうかなと思いますが、今ちょっととりあえず全くないので、こんな感じでちょっとシンプルめで行くときはサングラスかけちゃって、もうこっちで遊んでるときはもうこのままねラフにポンって行っちゃったらいいと思うんですけど、こんな感じがまあちょっとワイドパンツのときいいかなと。そして次がですね、ちょっとマウンテンパーカー入れとこうかなと思ってね、いろいろ見たんですけど、やっぱりちょっと髪の毛こう短い時って、こういう柄の合わせるとちょっと子供っぽくなるじゃないですか。これねロン毛の時とかやったらこれはこれでええんやけども、ちょっと髪の毛短い時は少年っぽさになっちゃうなと思って、今回落ち着いた色味しかもう入れてません。落ち着いた色味と単発って合わせやすいじゃないですか、知らんけどね、合わせやすいと思ってるから、これ紹介していきたいなと思います。 CR ストレージっていうね、これもレビュー動画を作ってるんですけど、まだ公開してるかどうかは知りません。このジャケット、マタニティ用として作られたジャケットなんですけど、色味がこれしかないんですよ。このジャケットでしかこの色味ってないのでね、まあこれはこれでちょっと今の気分に合うかなっていうことで、完全に色味だけでチョイスしました。はい、とまあいかがでしょうか。まあこんな感じでね、ゆったりこう着るっていうのもありかなと思って、なんて言ったって僕の大好きなね、ゴアテックスですから、ゴアテックスを採用しますのでね、まあこれぐらい落ち着いた色味でいってもねいいんちゃうかなっていうことで、今回はこの色味でね、トライをさせていただきました。またレビュー動画でも言ってますけども、このマタニティ用になってるので、これは取り外しできるんでね、15,000円ぐらい値段高なってんねんけども、マウンテンライトから考えたらね、まあ、それがお買い得なんかどうかっていうのはまたレビュー動画で喋ってるので、その辺は割愛すぎますけど、これは今回色で、カラーがいいし、まあ、ゴアテックスやし、ちょっと入れさせていただきました。ちょっといかにもな感じでいくと、まあ、こんな感じで太いパンツでこの足元柄でもええんやけど、まあでもこれはこれでええか、こんな感じでいってもいいかもしれないですね。こう上がゆったりでね、僕あんま下ゆったりって履かないです。どっちかがゆったりでどっちかが、タイトっていう方が多いんやけども、まあこれはこれで意外とありですね。バーサタイルパンツに CR のジャケット着て、ちょっとスニーカー派手めにするっていうのもねありかなと思いますか。そんなところで、何個目か分からへんけど、だいたい6個目か
5個目でしょ。で次がですね、同じくちょっとブラウン系の色味でね行きたいなと思うんですけど、それがフリース、そしてジャケットときたから、次はパーカーで、パーカーできたんやけどね、これパーカー僕が今回作った新色でございます。モデルは全く変えてないけど新色で作りました。着てみましょう。はい、こんな感じのね色味を作らせていただきました。やっぱ下がちょっとワイドやったらね、こういう時ちょっと変かもしれないんで、この時はちょっと細いパンツに変えましょう。はい、とまあいかがでしょうか。めちゃくちゃいい感じでしょ。色味的にもね、ちょっと秋っぽい感じになってるんかなと思うんですけど、もちろん釣り網で作っております。いつも通り大好き釣り網で作っておりますので、頑丈な生地とかね着心地を楽しんでもらえばなと思うんですけども、最初ね実はネイビー作ろうと思ったんですよ。新色でネイビー作ろうと思ってたんやけども、ネイビーとねブラックも僕あるんで、ブラックとネイビーってそんなに違いないかなと思って、あえてちょっと遊んだろうと思ってね、今回ベージュにしたんですよ。それがドンピシャでハマりました。色味もめっちゃ迷って、3種類ぐらいの候補の中からどれがいいかなってめっちゃ迷ったんやけども、ああそしたらこれでって言ってね、いや決まったのがめちゃくちゃいい仕上がりでね、仕上がったんで良かったかなと思います。こんな感じですね。はい、ということで一応まあ今月着たい服って洋服やったんですけども、ちょっとまあフリース1着、ジャケット1着、まあパーカー1着みたいな感じで紹介したんですけどもね、来月は11月でしょ。そろそろもうほんまもっとフリース出てくるし、もっとインナーダウンとかも出てくるし、下手すればダウンジャケットもちょこちょこ出てくるかもしれないんでね、また来月は来月でこんな感じで着ていったら、僕着ていこうかななんて思ってますっていうことでご紹介していこうかなっていうことで、本日はですね10月に着たい洋服を、7個ぐらい大体紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。